こんにちは。チューナーで蚊が来なくなる件について、最初は植物に効かせようと思って鳴らしてたんですけど、そしたら蚊が来ないもんだから、あれ蚊がチューナーの音に逃げてると思って、それでちょっと調子に乗って鳴らしてみて、でコロちゃんっていうね、会いに行ってる犬がいて、その犬の犬小屋の周りも蚊がもっとうちの庭よりすごい、そこでも鳴らしてみたんだけど、なんかそうすると蚊が飛んでるの見えるから、蚊がワーンって飛んでるところでピチーンって鳴らして、でこうやって揺するとウェーンって飛んでて、なんか落ちてく蚊まで一つ二ついたみたいな、うん、でもまあ 100% じゃなくて、中には平気な強者の蚊もいて、ちょっと1箇所2箇所ぐらい刺されたりもしたんだけど、そんなそのぐらいで済むような場所じゃなかったんで、やっぱりちょっと不思議ですね。でも一応まあ蚊取り線香はつけます。 100% ではないのでね。除虫菊の蚊取り線香です。緑色の蚊取り線香はおがくずに殺虫剤を染み込ませて固めたもので、ケミカルなもので、私あんまり好きじゃないので、殺虫剤とか自分が吸い込むのも嫌だし、嫌いなんですよねそのより毒じゃないものがあるのに、わざわざその毒性の強いものを使うっていうのはすごく、これでもね、除虫菊こういうやつなんですけど、除虫菊だから効き目が弱いかって言ったらそんなことはないです。緑色の蚊取り線香と同じぐらい効くし、気比力っていうの、その蚊を追っ払うだけじゃなくて、殺傷力があります。死にますこれで蚊が。まあ、こんな感じに蚊取り線香皿に入れました。これ母からもらったもので、それで偶然使ってて、で蚊に効いたのはこの384G ヘルツ、ヘルツでいいのかな、単位で、これ256C ヘルツっていうやつをこうやって2つチーンってこうやって打ち鳴らして、こうやって揺すっていたら蚊が逃げていったり落ちていったりしたっていうことですね。でこのこれは私母からもらったもので、全然私チューナーについて何も知らないんですよ。もらってからちょっとしばらく何年か眠ってたんですけど、使い方が分からなくてね。で全部で8本あるんです。で8本あって、ドレミファソラシドの音に対応してて、でこの 384G っていうのはその音だそうです。音楽やってる友達が教えてくれた。この256C っていうのはドの音だそうです。ドとソを打ち鳴らしてしたのが、まあ、蚊に効いたわけなんですけど、他にもいろいろな組み合わせができますよね。これ320Eと288D、 こう他の音の組み合わせでも蚊に効くのか、それともこの2本じゃなくてこの1本だけ、こう今ねレンガで1本でも効くのかとかね、そういうのはねちょっと実験してないから全然わかんないですたっちゃん来た、なんかね、たっちゃんはね、猫動物にチューナーどうなのかなってね、最初は逃げました。だけど慣れたらこう逆に寄ってぐらい来るぐらいになりましたね。気持ちいいのかな。私もこの2本打ち合わせのちょっとちゃんとした使い方じゃないんじゃないのって言ってもらって、確かにそうなんですよね。こう2本打ち合わせると痛むかもしれないし、チューナーが、ただそのなんだろう、私はねその2つの響きがこう混ざるのが自分では気持ちいいんですよ。まあ瞑想する時とかヒーリングとか自分に使ってるんだけど、その1本だけじゃなくてこの2つの音が違う高さの響きがこうワーンと混ざり合うのがちょっと自分としては気持ちよくて、こういう邪道な使い方してるのね。うん、で蚊に関してもその1本だけでね効くのか、この2つの高さの違う響きが
蚊を混乱させて逃げちゃうのかちょっと分かんないですね。何がどう効いてるのかね、うん、私個人はこう2つの響きがこうこのちょっとこう脳が混乱する感じが気持ちいいですね。ちょっとお茶いただきます。まあでもこうあのなんだろうな、こうなんかこうこうするとリフトアップになるんじゃないかとかね。でも気持ちいいことは ある。あと波動もちょっとこう波動が下がってきた時にこう持ち直しますね。こうでこう話すとチーンっていう音だけじゃないですか。それがこう耳のそばに持っていくとそのチーンっていう音の他にウワーンっていうもう一つ別の音が聞こえるんですよ。これを耳のそばに持っていくとマイクのそばに持っていくとどうなんだろう、聞こえるかな、うん、だから何がこのチーンっていう音の方が蚊にも効いてるのか、このウワーンっていうこの近づかないと分かんない音の方が効いてるのか、で、あの蚊をこう超音波みたいななんかあれで追い払うこう電磁式のあれとかもあるじゃないですか。あれなんかもね人間に聞こえない音だし、うん、何が蚊に効いてるのかはちょっと不明です。ただこの今分かっているのはこの外ドの音ですね。384Gのソのチューナーと 256C のドのチューナーをこう2つ同時に鳴らして、それが蚊に効いている。ちょっとこれはあの素敵な発見かもしれないですね。殺虫剤とかそういうものを使わずにこう虫を撃退できるっていう、蚊を撃退できるというね、ちょっと素敵な発見です。引き続きいろいろやってみますね。あの持ってる方はやってみてください。では。